10年やってきて、まあ、町の人にこう炙り寿司ができて町が変わったとか、炙り寿司がこうやってカナダに広まっていくとか、まあ、そういったことっていうのは、まあ、僕らが少なからずできたことで今までにない価値ができて良くなったってことじゃないですか。で、僕らはその握り寿司でもないロー寿司でもない第三の寿司、炙り寿司っていうのは、こう日本の良さを持って海外のいろんな街で愛されるブランドにしていこうと。And then Yummy, the human flavor, we've become like a big family. And because of that, it's really easy to take joy in bringing happiness to others. Finding happiness in bringing happiness to somebody else. That is the most simplest way that I can put it. まあ、炙りブルーオーシャンの出会いは本当に衝撃的だったんですよ。炙りブルーオーシャン戦略というのは、マネージメント、マルチブランドを広げていく中で一貫性を持ったマネージメントシステム。Aburi is innovation. It is trying to change the way that we think about our industry. まあこのAburiっていうビジネスポテンシャル、これも本当革新的で、もう本当にグローバルに展開できるっても確信してるんですよね。